こんにちは。ちょうどいい高断熱住宅専門家の杉浦です。今回はですね、家の解体工事はまあうちとはですね別のところでやってもらって困ったことっていうことについてお話ししたいと思います。よろしくお願いします。まあ私はですね、基本的にもうお願いする業者さんっていうのはみんな決まってて、もうずっと同じ業者さんを使ってます。でそれはなぜかっていうと、まあその業者さんも私のことをよく分かってくれてるので、私がまあこうしてほしいだろうなっていうことをまあ勝手にやってくれるって言いますか。だからそのまあ工事の流れがすごくスムーズになるんですね。だけどもたまにですね、まあ解体とかお客さんのまあ知り合いのところで頼みたいということで、まあ頼まれたことがあったんですけども、そこでまあ結構ちょっと困ったことがあったので、それについてお話ししたいと思います。で一番ね、僕困るのはこの近隣トラブルってやつなんですけど、これそのまあ工事の始まりがそもそも解体工事っていう場合が多いので、その解体工事でトラブルと、あともうずっと終わりまで近隣からそういうような、あここはこういう業者なんだなっていうような目で見られてしまいます。でまあ私がですね、まあ解体済みの現場へまあ新築をするっていうことで入っていた時にですね、まあ最初にその近隣に挨拶、まあこれから工事しますんでということで、まあ挨拶、まあ皆さん工事業者さんすると思うんですけども、した時にですね、いやお前んとこの業者なんやと、どういう業者使っとんねんっていうことをね、ものすごく怒ってね言われたことがあるんです。でそれどういうことかっていうと、まあ解体する時の仕事も荒いと、であとですね、そのお隣さんとの、まあ、境界ですよねとかでも結構荒い壊し方してて、で壊してそのまんまにしてあるとかっていうことがあったようです。そうするともうね、当分の間そのお隣さんがそういう目で僕たちのことを見てくるので、ものすごくやりづらくて、何かことがあるごとにああやこうやっていうことを言われるようになっちゃったりします。だからまあこれね、そのちょっと解体業者さんね、知り合いがいてそこでやりたいっていう人はですね、よくまあそこの解体屋さんと話してもらって、近隣とはトラブルにならないようにやってくださいねっていうことをよくまあ話していただきたいなと思います。次なんですけども、次はこのね、残地物、これも困るんですけども、あの全部ちゃんとね解体せずに残していく時があるんですよ。たまにそれってまあパッと見たら更地になってて、まあ何もない綺麗な状態なんですけども、掘ってみたらなんかもう基礎が残ってるとか、あとその配管が残ってるとか、まあ、そういうのもですねすごく困ったことがあって、本来ならですね、その解体屋さんが解体屋さんの費用でやるべきところなのに、まあやらずにですね残していって、でね、そのまあ残してあったからまあ取りに来てくださいって言って、ああ分かりましたって取りに来てくれたらいいんですけど、まあそんなことね割としない人多くて、いやほんの次今入ってる業者さんに取ってもらってくださいみたいなことを平気で言ったりするんですよね。まあみんながみんなそういう風じゃないとは思うんですけども、まあこういうのあると結局まあだいたい1ヶ月ぐらいで基礎工事やっていくんですけど、それがもう1週間とか伸びちゃったりとか、まあ、平気でそういうことが起きちゃったりするので、まあ、こういうのもですねやっぱり気をつけてほしいなと思います。まあでもこれね本当に困っちゃうので、まあ、僕たちが後から入ってきて処分するとこの分余分な費用がまたさらにかかってくることになっちゃうので、まあいつもですね、まあ、どうしたもんかなって思います。でこれこの近隣トラブルとかこの残地物ってなんでこういうことが起こるかっていうと、結局後の工事とのつながりがないから、その自分たちの好きなようにやっちゃえばいいっていう感覚で工事されちゃうんですよね。まあ解体されちゃうっていうか、そうなるとまあ工事の一番最初にケチがついちゃうんで、まあ僕らとしてはまあとてもやりづらい状況を作られてからその現場に入るっていうことなので、ものすごく嫌なやりにくい現場になってしまいます。ですからまあやっぱりね、その解体工事直接お客さんが頼まれる場合は、まあこの辺のこともですねちゃんと責任持ってやってもらうっていうことをちゃんとね頭に入れて解体屋さんにですねお願いしていただけたらなと思います。でまあこう最後にね、解体屋さんって書いてあるんですけど、まあこれどういうことかっていうと、まあ解体屋さんっていうのはどういうもんかっていうのをちょっと知っていただきたいなと思います。これ解体屋さんってどういう職種かっていうと、まあ壊す専門の方たちなんですね。ですからやっぱりその物の扱う感覚っていうのが、これからまあ新しいものを作っていくっていう人と、壊してまあ解体していくっていう人と、まあ言うたら
もうほんと真逆なぐらい感覚が違うんですね。ですからその丁寧にやってほしいっていうところで、そんなに丁寧にはもうできないです。そもそもの感覚がそういうまあ荒いって言いますかね、まあ荒くても全然問題ない作業内容なので、ですから、まあ、こういう人たちに僕たちのようなまあ言ったら大工さんとか家具屋さんとかっていうような繊細さを求めるっていうことがそもそも間違ってます。だから解体屋さんの中でもやっぱりいろんなすごくまあ荒い人から丁寧な人までいるので、だから特に気をつけて解体したい時なんかは本当にまあ丁寧にやってくれるような解体屋さんを見つけないと丁寧には本当にやってもらえないです。まあ、その代わりその丁寧にやるっていうことはまあ日数とか手間が余分にかかっちゃうので金額も当然高くなっちゃいますし、まあ、ですからですね、解体屋さんっていうのは丁寧な人もいるんですけども、基本的に荒い人が多いですよっていうのを知っておいていただけたらなと思います。ですから解体屋さんを頼むときはまあそういう感覚を分かった、まあ理解した上でですね、解体屋さん直接お願いしないとやっぱりこういうことが起きやすくなっちゃうので気をつけていただきたいなと思います。まあ私たちの思いを言わせていただければ、まあもう解体工事もですね、新築工事とセットでお願いしてもらう方がまあいいなと思います。まあできる限りですね、その辺はこちらでも解体やらせてほしいということをお願いするんですけども、もうどうしても解体はまあ他でお願いしたいっていう場合はもうちょっとその責任関係はちゃんとそっちで持ってくださいねっていうことでお話ししてやってもらったことはあります。ただちゃんと責任持たせてくださいねって話したけど、結局こういうことになったっていうことがあったので、ちょっと今回こういうようなお話をさせていただきました。まあ私たちね、その建築業界のことってやっぱり一般の方には多分理解してもらいにくいところが多々あると思うので、できる限りですね、まあ、まとめてですね、その工務店さんにやってもらうっていうことを考えられた方が私はいいかなと思います。今回は以上になります。どうもありがとうございました。